高校野球春季県大会準決勝、本日の第一試合、桐蔭学園高校対東海大学附属相模高校の試合を行います。試合に先立ちまして両校のスターティングメンバー並びに審判員をお知らせいたします。先攻桐蔭学園高校、1番センター久保田君、センター久保田君、2番セカンド町田君、セカンド町田君、3番ファースト清水君、ファースト清水君、4番ライト増田君、ライト増田君、5番キャッチャー伊勢君、キャッチャー伊勢君、6番ピッチャー斉藤君、ピッチャー斉藤君、7番レフト田代君、レフト田代君、8番サード高橋くん、サード高橋くん、9番ショート星くん、ショート星くん。対します高校東海大学附属相模高校、1番セカンド遠藤くん、セカンド遠藤くん、2番サード矢後くん、サード矢後くん、3番ライト服部くん、ライト服部くん、4番レフト富山くん、レフト富山くん、5番ファースト桑原くん、ファースト桑原くん、6番センター佐藤大志くん、センター佐藤くん、7番キャッチャー鈴木くん、キャッチャー鈴木くん、8番ピッチャー小田切くん、ピッチャー小田切くん、9番ショート豊国くん、ショート豊国くん。なお審判員は球審西村、球審西村、一塁三橋、一塁三橋、二塁湯本、二塁湯本、三塁井浦、三塁井浦、外進レフト湯川、レフト湯川、ライト湯川、ライト湯川。以上牧師がございます。なおこの試合のアナウンスは南高校野球部マネージャー森夏美が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。